いにやるなよ。やるやつはけだものだからな。トゥループリンセス、どうもコバです。トラブルダークネストゥループリンセス、今回から実況していこうと思います。このゲーム単純に言うとギャルゲーでございます。まあキャラっていうかヒロインを攻略していくっていうやつですね。まあやっていこう。ちなみにスケスケゴーグル君使おうかなとは思ったんですけれども、なんか使えないんですよね。コード前々から入れてんのに何なのかなって。まあでもね、あのやったことある人には分かると思うんですけど、スケスケゴーグルくんのなんかね、下着が見えるって言ってもね、あの本当に下着が見えるだけっていう、なんだいるのかなっていうようなあれだったんでね。あれですね。最初の攻略キャラはララにしようかなって思います。まあそこからねやりながら進めていこうかな。まあ早速やっていきましょう。ちなみに喋ったり喋らなかったりします。喋る場面ないんでね。闇の一件も落ち着いたし、やっと平和な日常が戻ってきたって感じだな。今日はゆっくりするか。リートさん、モモ、そんな一人でお昼寝なんて寂しいじゃないですか。言ってくだされば添い寝でもそれ以上でも。あ、もしかしてあえて誘ってました？なんか喋ること本当にない。そんなわけあるか。あれ俺何喋ればいいの？全然休めないじゃないか。だいぶお疲れみたいですね。ああさすがにね、ここしばらくドタバタ続きだったから。そうだ、それならちょっと待っててくださいね。ん？はい、どうぞ。
何これ。宇宙植物を煎じた特製の栄養ドリンクです。ちょっと見た目は悪いですけど効きますよ。ちょっとね、今まで見た中で最悪というか、とても飲み物には見えないけど、でもせっかくモモが作ってくれたんだしな。目をつぶって、えいっ、まずい。でもここまで来たら、ああ、リトさんいい飲みっぷりですね。リトさん、体が中から熱い。早速効果が出てるみたいですね。もともとはデビルーク星人用ですけど、きっと地球人にも。あれ、これもしかして賞味期限が半年も前に切れて。あらららやっちゃった。うわー、熱い熱いぞー。力がどんどん湧いてくる。モモー、はい、今のドリンクもっと持ってこい。こんなんじゃ全然足りねえぜ。リトさん、ほらほら早くしろ。リトさんがオラオラ系に。そんな場合じゃないでしょ。早くし、これは壁ドン。リトさんの野生がそこまで目覚めるなんて。で、あら、リトさん、リトさん、リトさん、おい起きろって。ユウキリト、目覚めなさい。まぶしい。人騒がせな。いきなり倒れられたから驚きましたよ。どこかぶつけてませんか？痛くないですか？痛くはないかな。本当にすみません。私のお渡ししたドリンク、地球人の体質には合わなかった上に賞味期限が切れてたみたいで、一時的に体細胞が活性化しすぎて耐えきれずに倒れられたんだと思います。でも目が覚めてよかった。本当によかったよ。たく、モモのせいとはいえ姉上にまでこんなに心配かけてちゃんと謝れよな。私だってちょっとは心配したけどさ。ごめん。ちなみに服装みんなこんな感じですね。まあいつものやつかな。まあ分かればいいよ。ところで、完全に俺空気。君誰？え？というかここどこ？ちょっとリトさん、冗談でも言っていいことと悪いことが。いや、わかるぞ。ここは俺の家で、ミカンだろ、ララに、モモ、ヤミと、なんで私だけ忘れてんだよ。ナナだよ、ナナ。ああ、そうだ、ナナ。そうだよな、
みんな宇宙人でうちに来て。ちょっとリトさん、もしかして本当に。なんだ、なんだか頭の中にもやがかかったみたいで、みんなのことを思い出そうとするとダメだ、ぼんやりしてよくわからない。すみません、ヤミさん、ミカド先生とティアユ先生を呼んでいただけますか。これはもしかすると。検査の結果が出たわ。詳細な原因はわからないけど、一時的な記憶喪失。マジかよ。検証の結果、みんなが誰なのかというあたりまでは覚えているみたいだけど、ただ一緒に過ごした時間、特にここしばらくのことはほとんど忘れちゃってるわ。リト、それから採血して分かったのだけど、細胞の一部に不自然に活性化した痕跡があるわ。それってやっぱり私のドリンクのせいで。ええ、おそらくは。たく、何してんだよ。ごめんなさい、私が余計なことしなければ。ママ、でもさ、これはちょっと覚えてるんだけど、モモが俺を心配して何か飲ませてくれたことは覚えてるんだ。それで体がカーッと熱くなってさ。あれ、薬か何かだったんだろ。だったら俺を心配してくれたわけで、だからそんな謝るようなことじゃないって。リトさん、そうそう、みんな宇宙人なんだよな。あんまり詳しいこと覚えてないんだけど、それになんかこういうトラブルみたいなことってしょっちゅうあった気がするし。タイトル回収しましたね。みんなそんな心配そうな顔しなくていいって。そのうち治るんだろ。そうなんですか先生。おそらくは。ただ前例がないだけに何とも言えないわね。そうね。ああもう、相変わらずハズレのくじばっかり選んで引くようなやつだな。ユーキリトらしいといえばそうですわ。とにかく私の方でも治療法は探してみるわ。何がきっかけで思い出すかわからないから、みんなも協力してね。わかりました。では今回の責任を取って、まずはキスから試してみましょう。こら、何してんだよ。ここはベタだけど、王子様のキスで記憶を取り戻そうかと。誰が王子だ。そんなの自分に都合よくリトで遊んでるだけだろ。別に遊んでるわけじゃないわ。これはこれでチャンスと思っただけ。おい、心の声漏れてるぞ。大丈夫、みんなの空気が沈んでるからわざとやってくれたんだろ、ママ。たく、わかりづらいんだよ。とりあえず春菜さんや学校の皆さんには現状を伝えておきますね。このままではさらなるトラブルになりかねませんし。リト、大丈夫、きっとすぐ思い出すよ。そうだな、なんとかなるだろう。そんなわけで俺はここしばらくの記憶をなくしてしまったらしい。家のこととか勉強のこととか、その辺は割と覚えてたんだけど、俺と俺を心配してくれる人たちのこと、そこがすっぽり抜けてしまった。でもそれって一番大事なものだった気がするんだ。目を閉じると
ぼんやりと浮かんでくる誰かの笑顔。あれは誰だったんだろう。で、はい、なんも15分ぐらい全然喋ってませんでしたね。で、ここから、キャラを選ぶっていう表現は正直どうなのかなと思うんですけれども、ちょっと待って、これ左にどうやって行くの。あ、ごめんね。攻略するにはまあ簡単に言うと、パラメータ、左の糸のパラメータありますよね。でこれキャラによって、パラメータ形違うので、この赤いやつが、この赤いやつをこの青のリトの、パラメーターが全て上回れば、そのキャラのイベントシーンが見れるみたいな、そんな感じです。でまあララはこれなんでね、微妙だけど体力と優しさ、ね、なるほど。で、そのパラメータを上げるにはこれですね。体育館、生徒会室、休校舎と花屋としか、神社は、みんなの情報私だけを見てよ。左上の青いやつ、なんかはーんみたいな顔してる、あれを下げるのに使います。まあ理由はね、その時が来れば。優しさ、体力かな。とりあえずララのシーン1個見て、あれかな、ちょっとごめん、みんなの情報を見るのか。体力と優しさ、優しさは華やかな。まあ基本的にもう寄り道とかあんまりしないで、もうパッパパッパ進めていこうと思います。攻略キャラが多いんですよ。で今みたいにパラメーターが上がりました。体力、優しさに行こうか。で日付が変わると、日付っていうのかな、30日あって1日2回行動できて、まあその間にやるっていうんですけども、ララで秘密情報だ、取り扱いには注意してくれ。まあどうにか何かやってれば出るでしょう。てか出てほしいね。じゃあどうしようか。とりあえずみんなの情報だ、あんまりジロジロ見んなよけだもの。とりあえずララに会いたいから、まあイベントこなしますわ。なあペケ、なんでしょうか。ペケってそのいわゆるロボットなんだよな。はい、正確には万能コスチュームロボットです。こんなに自然に話すなんて、やっぱ宇宙の科学力ってすごいんだな。宇宙の科学というよりはララ様がすごいんです。なるほど。でもコスチュームロボって実際何ができるんだ。フォームチェンジで服を瞬時に変えられます。ずっと服になってるのって大変じゃないか。エネルギーを消費しますが、ずっとララ様のそばにいられますから全然大変じゃありません。面白そうだな。ちょっとやってみせてくれない。ではリト殿の服を。ねえリト、一緒にテレビ見ない？マジカル京子ちゃんが。なんでそんな格好なんだよ。いつもお風呂上がりはこんな感じだよ。そうだペケ、ちょうどいいからララに服を着せてくれ。わかりました、フォームチェンジ。どうですか、
これがドレスフォームです。あ、本当に一瞬で変わるんだな。何の話？ペケの能力がすごいって話、それを見せてもらってたんだ。ペケはね、私の一番の発明品で友達なんだよ。他のも見てみたいな。わかりました。室内ですからドレスフォームよりこちらの方が過ごしやすいと思います。うん、さすがペケだね。ララ以外の服も変えられるんだっけ？できるよ、やってみる。え、なんだ姉上、みんなで何をしてるんですか？ケケ、ナナとママの服を変えてみて。え、ちょっと、あら、うわ、何するんだよペケ。すみません、可愛いから許して。すごいよな、ペケがいれば服買わなくていいな。あれ、でも確かペケってペケ、何やってるんだ。エネルギーが足りなくて制御が乱れて。おいリト、こっち見な。モモ、パス。え、あ、うん、あ、私の服が。リトさん、そんなに見つめられると恥ずかしいです。見てない、見てないから早く服を。いつまでも見てないで出てけ、このケダモノ。理不尽な。僕はいつ出しゃばればいいんですか。はい、すいません、もう今日はこの辺で終わります。20分以上やってるんでね、さすがにちょっとね。セーブはする。まあこんな感じで続けていきますね。なんかスケスケゴーグル君の件はまあ やれたらやるけど別にやらなくてもいいですよね。そんなすごいものじゃないです正直。はい、あのさっきやった下着がまあ自分の好きなタイミングで見れるか見れないかぐらいです。で下着もね1種類しか1人見れないんでね、まあどうでもいいでしょう。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。